おはよう。新庄くんだよ。大変だよー。なんか、竜に新しいコスが追加されてるよー。これはストリートファイターコミュニティっていう、公式のツイッターアカウントなんだけど、いきなり新しいコスについてのアナウンスがあったんだよね。ね。なんかかっこよさそうだよー。というわけで、早速コスを取りに行くよー。じゃあ竜の新コスの取り方を説明するよ。チャレンジのエクストラバトルを選んで、これだよ。 CPU を倒すだけだよ。じゃあ早速やってくよ。戦いの先へ。あ、相手が新コスの竜だよ。なんか、竜を倒すの、変な感じ。さっさと倒して新しいコスゲットだよ。ピオ。やったー。新しいコスゲットできたよー。トレーニングモードで確認していくよー。戦いの先。迷いを断つ。うわあ、なんか雰囲気がガラッと変わってかっこいいよ。このコスは使う人多そうな気がするよ。ちょっと動かしてみようかな。波動拳、波動拳、総流拳、総流拳、総流拳、チェット、総流拳、チェット、総流拳、めっちゃかっこいい。そういえばこのコスは脱衣コマンドがあって、対戦が始まる前に特定のコマンドを入力すると、コスが変化するよ。脱衣コスもやってみるよ。やり方は、トリガーとスキルを選んだ後に、レバーの上とパンチボタン、サンクとジャッケイを全部同時押しだよ。対戦が始まるまでずっと長押しだよ。迷いを断つ。コスが変わったよ。なんか脱衣コスもなかなかいい感じだよ。ちょっと動かしてみようかな。めっちゃかっこいい。このコスは当たりだよ。これは使うプレイヤーちゃん多そうだよね。ね。というわけで、今回は突然追加された竜の新しいコスを取ってみたよ。竜使ってるプレイヤーちゃんもこの動画を見てたら、ぜひゲットしてみてね。ね。新庄くんの YouTube チャンネルではスト5の動画をいろいろアップしてるから、よかったら、チャンネル登録してね。ね。それじゃあ新庄くんでした。